こんにちは、ブンさんです、はい。皆さんのお家に眠らせている本や CD、DVD、ゲームやおもちゃ、金券、電気製品などありませんか？今後使うこともないことが分かっているのに、ただ眠らせているだけではどんどん価値が下がっていきます。どうせ使わないのなら処分してもいいかなと考える前に、今現在の価値を知りたいと思いませんか？実は今持っている品物を中古業者が買い取ってくれる価格を一発で検索できる方法があります。そこで今日は、通販ショップの駿河屋さんのシステムを使わせていただいて、買い取り価格を調べてみたいと思います。はい、まず、駿河屋 .jp のサイトを開きます。このお売りくださいっていうタブを押して、買い取りトップのページに移動します。そしてよいしょ、この買い取り商品の検索できるっていうところの、買い取り検索はこちらのボタンを押すと、安心買い取り検索というページに移動します。このページの URL を動画説明欄にリンクしておきますね。駿河屋さんで、買い取ってもらえる商品はこんなものがありますね。キーワード検索のところの全商品を開くと、ゲーム、映像ソフト、DVD とかブルーレイディスクですね、音楽ソフト、CD とかテープとかでしょうか、おもちゃ、ホビー、フィギュアとかラジコンとかプラモデルとかトレカとかですかね。あと PC ソフト、これは多分ゲームソフトですね、ほとんど。あと本ですね、電気製品、まあ主に AV 機器だと思うんですけどね。あとお菓子、食器、お菓子中古のお菓子って売ってんのか。あと雑貨、小物、何でしょうね。あと同人、ところで同人って何、昔調べたことあるんやけど、いまいち意味が理解できないよな。同じ人、どういうこと、誰か文さんにも分かるように教えてください。はい、そんなことは置いといて、このシステムでの検索方法ですね。キーワード検索、ジャンコード検索、型番 ISBN コード検索が使えます。キーワード検索は、商品名、メーカー名、型番など、関連するキーワードを入れて複合検索ができます。ジャンコードというのはですね、商品を識別するための JIS 規格のコードで、商品の箱や本の裏表紙などにあるバーコードの下の番号ですね。本の場合はジャンコードが上段と下段の2つあるんですけど、ここでは上段の方を入力します。なんで2つあるのかは知りません。型番は分かりますよね。 ISBN コードというのは書物を識別するための国際標準コードで、本の裏表紙に ISBN という文字の後に記載されている数字ですね。はい、ということで今日はこの4点の商品の買い取り価格を検索してみたいと思います。まずはこの本、引き絵の心理支援額を検索してみましょう。ほぼ新品です。はい、これはちょっとジャンコードで検索してみようと思います。9784904536148 本、これは定価3000円なんですけど、800円ですね、買い取り価格。次は心理学辞典。はい、これもジャンコードで検索できるんですけど、あえて ISBN コードで検索してみますね。 ISBN46410025924、 はい、出てきました。お、これ3つ出てきましたね。これがケース欠品の場合はメールにてお見積もりと。で、これはランク B ですね。次、ランク B の場合はメールにてお見積もり。要は汚れてたり、なんか書き込んでたり、ね、色あせしてたりとか。そういう場合は、買い取る価格は見積もりしないと、見てみないと分かんないところですね。一応この文社が持っている心理学辞典は、ほぼ新品に近く綺麗なんで、これですね、一番下のこれですね。定価がね、6800円、まあ、ほぼそのぐらいの値段で買いましたけど、箱もあるし綺麗なんで、これですね、2200円で買い取ってもらえるそうですね。次は、パーソンズのベストアルバム。最近多いお茶の、テレビ CM でパーソンズのディアフレンズの
一人以上の匂いよっていう、フレーズが流れていたので選んでみました。はい、これはですね、古いからね、ジャンコードというバーコードがついてないですね。ないんでね、とりあえずこれかな、型番を入力してみます。 TCN-30206。 はいはい、来ました、一発ですね。お、なんか新規追加、あれか、やっぱあれかな、あれかな、やっぱ今売れてんじゃねえのかな、おいお茶の CM で採用されましたからね。にしても200円、定価3000円のものが200円です。最後に、任天堂スイッチ版ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドを検索してみます。パカ、カードは本体に刺さってるので入ってませんけどね。ゼルダですね、ケースの裏にバーコードがあって、そこにジャンコードが書いてあるのでジャンコードで検索します。490237053605858、ポン、きた、2つ出ましたね。価格上昇中、まあ、上が普通の綺麗なやつで、下がパッケージ状態なんですね。まあ、傷がついてたりとか汚れてたりとかの場合はメールにてお見積もりで、綺麗なやつは4500円。え、こんな高く買い取ってくれんの。これ定価6980円ですよ。実売価格5000円くらいで売ってますよね。さすがゼルダ。でもこのゲームはゲーム史上最高の面白い神ゲーなんで、定価でも手放すことはありません。永久保存版です。すごいな、こんな高く買い取ってくれるんやな。発売されても1年以上経ってるんやけどな。ほとんど値下がりしていませんね。どうでしたか、古すぎるものやマイナーなものはデータベースに登録されてない場合もありますが、別に駿河屋さんで売らなくても、あなたが持っているいらないものを処分する前に、現在の買い取り価格を調べてみてはいかがでしょう。なんか適当に番号打ち込んだらなんか出てくるかな。試しにやってみようか。ジャンコードでやろうか。ジャンコードって決まり事があって、適当に打っても出てくるはずないので、ある程度の決まり事は守らないと意味がありません。とりあえず本でいいかな。本は最初に978、国番号が日本の4、ここからは適当に入れて13桁にすれば OK なんですよね。どうしよう、まずはラッキー7、適当に814、最後はヤクザ、どや、なにこれ、日本懐かしの10円ゲーム大全っていう本が出てきた。ちょっとよく見えへんな。なんか面白そうな本やな。でも本のタイトルがちょっと違うみたいな。駿河屋さんの本に脳がついてるな。懐かしかしかし。はい、今日の動画はここまでです。次の動画も頑張って作るので、チャンネル登録して応援してくださいね。ほな、さいなら。ほな、さいなら。懐かしかしかし。懐かしかしかし。